大日本航空熊号墜落事故とは1939年に発生した民間航空機による航空事故である。1939年5月17日、大日本航空のロッキードスーパーエレクトラ熊号は福岡から朝鮮の形状を経由し、中華民国の北京に向かう下り便として運航されるはずであった。午前11時21分に、 福岡市にあったカリノス飛行場から離陸したが、直後に左エンジンがトラブルを起こして出力が低下したため、失速し、海岸近くの松林に墜落した。この事故で、乗員3名乗客8名のうち乗員2名乗客4名の6名が犠牲となり、5名が重軽傷を負う惨事となった。事故の慰霊碑当時のカリノス飛行場の滑走路は、国内では、 標準的な800メートルだったが、アメリカや欧州の主要空港と比べると短かった。この短い滑走路から離陸するために、エンジン出力を最大にして、離陸上昇する必要があった。しかし事故機となったロッキードスーパーエレクトラは、当時最新鋭の旅客機であり、巡航速度も速かったが、エンジン性能が悪く翼面荷重が大きい、ため低速度における安定性に難があった。 また、運航航空会社は、同系機でエンジントラブルによる離陸事故を半年の間に二度も起こしていた。1938年12月には、北京で1939年1月には、チンタオでいずれも胴体着陸したが、その時は空港敷地が広かったため難を逃れていた。熊号の殉職したパイロットもチンタオにおける事故機に搭乗しており、 この時は飛行場付近の屋根に衝突式体を大破させたが、犠牲者は出ていなかった。そのため、事故は、事故機の性能に問題があったにもかかわらず、無理な急上昇をしようとしたため、エンジントラブルに遭遇したことと、空港敷地が狭かったことが原因とされた。現在、カリノス飛行場は土地に、犠牲者の冥福を祈り、熊号遭難者慰霊碑が立っている。ありがとうございます。